ただいまより茂木外務大臣の定例記者会見を始めます。大臣、お願いいたします。私の方から3点あります。まずイスラエル、パレスチナ情勢についてでありますが、現在パレスチナの武装勢力による攻撃とイスラエル軍によります地上攻撃を含む、反撃によりまして、情勢日々悪化しておりまして、我が国として、こうした状況、深刻な憂慮を表明いたします。暴力行為、いかなる理由によっても、正当化できず、特に双方の民間人に多くの死傷者が生じていることは、遺憾でありまして、我が国はこれを強く非難します。我が国はイスラエル、パレスチナ両当事者の抱える問題は暴力によって解決されることは決してなく、当事者間の交渉と相互の信頼を築く努力によってのみ解決されるものと確信をいたしております。こうした我が国の立場を踏まえ、我が国としてイスラエル・パレスチナ双方に対し、在京および本国ベースで最大限の自制を働きかけてきているところです。現在米国やエジプト等によります仲介努力が行われておりまして、これらの動きも注視をしながら、日本として引き続き国際社会としっかりと連携をし、外交的取り組み継続をしていきたいと思います。次にミャンマーでの邦人の解放についてでありますが、ミャンマーで2回目の拘束となっていました邦人ジャーナリストについては、先ほどヤンゴン国際空港に到着をしまして、今まだ滑走路だと思います。もうすぐ飛び立つんじゃないかなと思いますが、帰国の途に着くところであります。本日夜にも日本に到着する方向であります。空港において当該邦人と直接接触をしました大使館員によれば、健康状態に問題はないということであります。ミャンマー側に対しては、私自身の指示の下で累次にわたって政府として精力的に当該邦人の解放に向け強い働きかけを行ってきました。丸山大使もですね、2度にわたって電話で領事面会も行っております。今回笹川日本政府代表と丸山駐ミャンマー大使の連携で解放に至り、昨日ミャンマー当局が起訴を取り下げ釈放する旨発表を行いました。引き続き在外邦人の安全確保に万全を期していきたいと思います。またミャンマー側に対しては関係国とも連携しつつ、引き続き暴力の即時停止、拘束された関係者の解放、民主的な政治体制の早期回復、強く求めていきたいと思います。それから今朝の閣議の案件でありますが、本日我が国政府はインド及びミャンマーに対する支援として合計2250万ドルの緊急無償資金協力を行うことを決定いたしました。このうちインドに対する支援については、先日ロンドンで私からジャイシャンカル外相に表明した最大5000万ドルの追加支援の一部をなすものでありまして、具体的には人工呼吸器と酸素濃縮器をそれぞれ500台供与いたします。これによりまして、すでに発表済みのものと合わせて人工呼吸器800台、酸素濃縮器も800台、インドに供与することになります。ミャンマーにつきましては、クーデター後食料供給不安が深刻化している中、最低限の生活の維持さえ困難となっているヤンゴン地域の住民を対象に、WFP を通じて400万ドル、4億3200万円でありますが、の食料支援を行うものであります。ミャンマーにおける人道支援ニーズに関しては、WFP を含みます複数の国際機関がアピールを出しておりまして、我が国もクーデター後も人道上、また緊急性の高い支援は実施してきておりますが、今般の支援もその一環であります。私からは以上です。
それではご質問がある方は挙手の上、指名されましたらお近くのスタンドマイクにお進みいただき、社名と氏名を名乗りご質問ください。14時23分、離陸をいたしました。ミャンマー。ご質問、はい、山本さんどうぞ。NHK の山本です。解放された北角さんの件ですけれども、私午前中の国会答弁で今回は相当苦労したというふうに話されてましたけど、具体的にどのような苦労があったかご紹介いただける話があれば伺いたいのと、その日本側が持っているミャンマーとのパイプ、これがやっぱり解放につながったというか役立ったというふうにお考えでしょうか。まあ、前回はですね、拘束の、その日のうちに解放ということでありましたけれど、今回、ある程度日数がかかったと、事実関係の確認であったりとか、さまざまなやり取りですね、国軍で、外交だけではなくて、実際に治安、これを担当する責任者ともですね、丸山大使等と連絡を取り合ったと、こちらからもどういう形で働きかけた方がいいと、こういうことも指示もいたしましたし、そういったやり取りの中で、笹川代表もですね、独自のルートで話しかけをしていただいたり、さまざまな形でですね、これまで取り組んできたということでありまして、もちろん今、多くの方々、これは日本人だけではなくて拘束者がいるわけでありまして、そういった方々の解放を求めていると、これが国際社会の働きかけでありますが、まずは外務省として邦人のですね、解放を求めるという観点からですね、特に取り組み強化してきたところでありまして、そういったかなりの頻度にわたるやり取り、具体的な内容につきましては、今後のこともありますので控えたいと思いますが、そういった中で、今回のですね、解放につながったと考えております。率直に言いまして苦労しました。次のご質問どうぞ。はい、加藤さん。すみません、テレビ東京の加藤です。同じくミャンマーのことについてお伺いするんですけれども、解放されたですね、北角さんに対して、拘束中の状況に対しての聞き取りというのはすでに行っているんでしょうか。もしすでに行っているんでしたらお伺いしたいのと、もし行っていないのであれば今後する予定はあるか教えてください。聞き取りですか。そうです、拘束中どのような状況下にあったかという。それは丸山大使に2回電話でですね、領事面会しておりますから聞いております。そして状況から言うと、健康面に問題はないと、また諸業務面でもですね、特に困るようなことであったりとか、なんか強制的なことが行われると、こういうことはなかったと、このように聞いております。次のご質問どうぞ。はい、佐藤さん。テレビ朝日の佐藤です。同じくミャンマーの邦人解放についてお伺いします。今回の解放に際し、国営テレビはミャンマーと日本の友好関係が考慮されたと伝えています。現地でこうした見方があることについてどのように受け止めていらっしゃるかということと、先ほど大臣からも拘束されたすべての関係者の解放を引き続き求めていくというお話ありましたけれども、今回日本が大変苦労されたということは踏まえた上ですけれども、日本がある意味特別扱いという形になったことで、今後国際社会との連携、関係国との連携という面でどのような影響があるとお考えでしょうか。特にですね、関係国の連との連携ということで影響が出るとは思っておりませんけれど、これまでも日本ですね、それは ODA であったりとか、民間の投資、また在外交換を通じてもですね、ミャンマーとはさまざまな関係を持ち、また複数のルートというのを、チャンネルというのを持ちながら、さまざまな対話を行ってきたところであります。2月1日以降のクーデター以降の事態については、極めて深刻に捉えておりまして、そして従来申し上げているように3点、暴力の即時停止、そして拘束されている関係者の解放、そして民主的政治体制の早期回復、これを求めていくと、これには変わりませんし、先日の G7 のですね、外相会合におきましても、こういったミャンマー情勢について、多分私が一番ですね、
いろんなことをしゃべったんじゃないかなと思います。また、ブルネイの外相を呼んでからのですね、話し合いの中でも、こういった ASEAN がですね、 ASEAN リーダーズミーティングを開いて5つのコンセンサス、まとめたと。まさにこれから、このコンセンサスを実施をしたり、特使を具体的に派遣をして対応すると、こういう取り組みをしていると、これをしっかり後押ししていこうということも私から言いまして、G7 のメンバーからもエンドースをしてもらったということでありまして、日本だけではなくて、このミャンマー情勢と、これをどうにかしなきゃならない、こういう国際社会の期待、こういったものも受け止めながら、日本としてやれる重要な役割を果たしている、こういう認識が、は持っていただいていると思っています。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは本日の会見は以上とさせていただきます。ありがとうございました。